スラムアレイクムラマトラインブレカヤト。はい、皆さんありがとうございます。で、今日は課題2の、程度の書き方について、中長レアを皆さんに教えます。で、ごゆっくりこれを参照に、課題2をとりあえずやってみてください。で、まず、今日、課題2ですけれども、何を設計するかというと、昨日言われました通り、これですよね。で、時空結果バーの製図ですね。で、まず、その図面を見てみると、どういう図面かというと、一応このパーツですね。これが時空結果バー右です。2番。パート番号に、時空結果バー右。で、これ、の詳細の寸法はどこにあるかというと、皆さんに配った、皆さんに発布した、資料をもとに見ることができます。で、ちょっと待ってください。開いてみます。で、一応、ここですね。これが詳細寸法が書いてあります。で、昨日の、図面は、一応、照明図と課題を皆さんここで原色で作成することっていうことが、照明図における時空結果箱カバーの向きは加工する側を右に向ける。これはどういう意味かというと、で、過去側はこちら部分ですね。で、こっちは右方向で、こっちが左。で、だから、とりあえず、これの断面を見てみます。ちょっと待ってください。と、これが、断面図ですね。この、部分を、ちょっと断面を見てみます。で、写真撮る。で、こっち側へ、こっち。インターを押しますと、写真撮るのはこちらの方です。で、加工する側は右なんで、だいたいこういう風な図面をとりあえず描きます。だから、図面を見てみると、これこちらですね。で、ちょっと拡大してみます。で、こっち側は34。で、こっち、こういう風にありますね。で、僕はこっちだけを描いて、で、上にミラーを書きます。やり方は、じゃあ、で、彼をやるときは、添付ファイルを開いてみてください。で、例えば、これが全ての用紙ですけれども、で、とりあえず、僕は最初に、その中心線を書きます。中心線は25ミリなんで、で、25ミリの中心線を書きます。で、L を書いて、L、じゃあ、ポイント、初期ポイントは、200、コマ200、X にして、で、25ミリにします。で、これが、その結果です。その線です。その中心線です。ね、で、ある人は、こういうふうに線を書いて、例えば、L、こっち、そして、埋めて、こっち側は5、10。だから、で、これを、とりあえず、コピー、5、15、25。で、そして、
こっち側は34、17、38、こういうふうに書いた人もいます。コピー、例えば17、19、なるほど。で、これを、そして3を書きますね。で、点を書くと、こういうふうに書いて、ちょっと分からなくなる場合もあります。だから僕はこのやり方をやめて、とりあえず断面をそのまま書きます。で、とりあえずこれ、34÷2=17、こっち側5、で、38-34=4÷2=2、そして10、こっち側は62-38÷24÷2=12、okay。このままこういうふうに書きます。L を書いて、こっちはピンポイントをマスを持ってきて、上側に持ってきますね。で、17、こっち側は5ミリ、上方向に2ミリ、こっち側は10ミリ、上に12ミリ、そしてこっちは10ミリ、そして次、こっち側は62から75、13÷2=6.5。じゃあ 6.5、こっち側は12、6.5、じゃあ次はこっちは 6.5、 こっち側に12、そして上方向にどのぐらい持っていくかというと500ですね。こっちが500、だから割るに100-75、25割るに 12.5 ですね。で、上方向に 12.5、 そしてこっち側8で、こっち側100-50、25、こっち側に8、こっち側25、こっち側は5、こっちの25-20、5ミリ。で、最後に C をクロスループを書いてください。で、これは大体こういうふうになっております。で、次は、とりあえず R 部をつけますね。こっちは R2、こっち R3、R3。じゃあ、こっち一番簡単なのは F Enter、R Enter、2 Enter、M Enter。だから、こっち側は2ミリ、こっち側は2ミリ、そしてもう一つは F Enter、R Enter、3 Enter、M Enter。で、こっち側は3ミリ、こっち側も3ミリとなっております。で、だいたいこういうふうになっていますね。で、次は、こちら側に、溝穴がありますね。溝穴が、こっちが4、そして70。こちらまで70なんで、75-70=5÷2=2.5。こっち側は 2.5 の溝があります。で、こっち側は 4.1。だから、一番簡単なのは、これをとりあえずコピーして、4、8.1、 そしてこれをコピー、 2.5 ミリ下に持っていきます。そしてとりあえずトリム、エンターエンターをして、こっちこっちこっちをこっち、こういうふうになっていますね。ではちょっとこれを拡大してみると、ここにチェンフェー 0.1 と丸み R 0.4 があります。で、これを続けて書きます。まず F Enter、R Enter、0.4 Enter、
エンエント。で、こちらに、コンマ4ミリの丸みをつけます。そして、CHA チェンフエント、D エント、0.1 エント、0.1 エント、M エント。こちらの2つ方向に、チェンフ 2.1 の文を書きます。で、これを終わって、で、次はどこに見ていきま、見ていくかというと、次は、こちら側に FR0.4、そしてこちら側に20度のチャンファーがありますよね。だから、まず、F エンター、R エンター、0.4 エンター、M エンター、こちら側に 0.4 ミリのチャンファーがあります。そして、CHA エンター、今回はエングルをかけます。ファーストラインの長さは1ミリで、角度が20度となります。こちら、こういう風になっています。で、終わったら、次は、線を延長します。これを選択して、EX、Extend のコマンドを変えて、で、この線、この線、この線とこの線を延長させます。で、次は L Enter、こっちの線をもう一つ書きます。で、これが、最初の段階がこういう風になっています。で、これをこういう風に選択して、ミラーで、この中心線を使って、こちらを奥に持っていくと、こっち、このようにミラーさせます。で、そしてこれを、中心線なんで、長さを3ミリ延長させます。こっち側も3ミリ延長させます。で、こういう風になっています。で、これが正面図が出てきます。正面図が出てきました。できました。で、次は、こちら側に、右側面図。つまり、これを、セッションプレーンをオフにしました。で、セッションプレーンをオフにすると、で、次は、こちらが、もう見えないんで、ちょっと、こういうふうに、図面を書きますね。で、だいたいここら辺に、ここに寸法などを書きますので、C Enter、okay、こちら側に、だいたい100ミリ持ってきます。Okay、とりあえず、17。で、この線が見えて、こ次はこっちの線ですね。C enter。19。あるいは、もう一つのやり方は L enter。こっち、このように持ってて、コピー。で、すべての線があるところを持っていきます。で、とりあえず C enter。この中心を選択して、これ、次、エンテ、中心を選択して、こういうふうに、それぞれの線を引いてみます。次、エンテ、次、エンテ、こういうふうにします。で、
次はこれをもう必要ないんで切ります。で、L エンター。じゃこれを中心線なんで3ミリ伸ばしまして、これも3ミリ伸ばします。で、これを選択してローテを選択し、書いて、で、ここに選択して、コピーを、C Enter、Juju Enter。こういう風になります。で、そして、ちょっと綺麗にすると、コピー、この線をコピーして、10ミリぐらい持ってきて、で、これを中心線として選択して、トリムを押すと、これらの線全部、とりあえず消します。こういうふうにした方が綺麗になりますね。で、次は線の処理ですけれども、線の処理ですけれども、まず、今回使う線は、まず、ソリッドライン、中心線、センターライン、次は、ソリッド、センター、はい、ヒデンライン、隠れ線。3つの線の種類ありますね。で、とりあえず、この線を作って、で、ソリッドは、僕の会社と同じ、あるいはダイレクトと同じ、こういう色にして、センターとヒデンは両方黄色にします。で、ソリッドラインだけ、ライン上が 0.5 ミリにして、そして、センターは、センター線をロールしなければならないです。そして、ヒデンラインもロールをします。ロール、ヒデンはダッシュにしますね。で、ダッシュにして、OK。で、じゃあ、これ全部、とりあえず、ソリラインに持っていきます。で、中心線は、ここに3つあります。全部選択して、センターラインにします。OK、ちょっと、線が非常に小さく見えますね。これが、なんていうかな、アメリカで、アウトケがアメリカで設計されましたので、おそらく、接点がインチになっています。だから我々はミリにしますので、ちょっと、これを全部選択して、プロパティを変えて、で、ラインタイプスケール。ここに、ラインタイプスケールがあります。これに全部10にします。ちょっと拡大します。で、ちょっと中心線が見えてきます。あるいは、5でにもいいです。プロパティして、とりあえず5にしますね。5倍拡大します。これも OK です。で、次は、プロペティスモニター書いて、これから全部書く線が全部5倍にするために、これを全部5にします。で、次は、この線を、ロッテをかけて、この中心線を書いて CA で45度にします。で、何を書くかというと、次は、この、ボルト穴ですね。ボルト穴の線、穴の図を書きます。で、85で、そして場所は、このセンターが86。だから、直径86の43、86の円を書きます。で、ここに C を書いて、一つ目は3.5、二つ目は座が15なんで、ここに3.5、C
7.5 にします。で、これがトリムをかけて、これをトリムして、こっちがソリッドライン、こっち側はヒデンラインとなっています。で、そしてこれを選択して、トリムをかけて、こちらの線と、こっちの線をトリムして、で、こっちは3ミリ伸ばします。で、こういう風になっていますね。で、次は、これは、センターラインにして、オフセットをかけて、3インチ。で、これを選択して、EX を変えて、で、こっちとこっちを優先して、これをディリットかけます。で、これは、ミラーをかけて、こういう風になっています。で、あ、ちょっと待ちたくて、これとこれはソリッドラインとなっています。で、次はこの線。で、この線ですね。これもヒデンラインとなっています。で、もう一つ見えない線はこっち。こっちが、こっち、こっちが、こっちかな。で、これもヒデンラインとなっています。で、これが、一つなんで。で、そして、ここに穴を描きますね。で、5インチ、43インチ。そして、地面をちょっと見てみますと、深さ1ミリ、直径15。だから、O enter 1 enter そして O enter 7.5 enter で上から1回下側は行くとちょっと画面から出てきますのでこれをやめておきますでそしてもう一つは穴が7直径7なので半径が 3.5。だから、O enter、3.5 enter。で、これを上側に持ってきて、下側に持っていきます。そして、ちょっとトリムをかけますね。トリム、enter、enter。トリム、enter、enter。で、とりあえず全部切って、これも全部切ります。で、こっちとこっち切って、こっちはこっち、こっち、こっち、こっちとこっち全部切ってみます。で、これを選択して EX をかけて、これ、ここまで延長させて、で、これとこれとこれ選択しますね。で、これを全部ソリのレイヤーに持っていきます。そして、これを3ミリここに伸ばして、こっち側も3ミリ伸ばします。で、こういう風に断面とこっちが出てきますね。で、そして、やるべきなのはハッチング。とりあえず、ハッチングのレイヤーを作ります。で、ハッチングはそのままデフォルトでいいなんで、ハッチングのレイヤーに入って、オンにして、そして、ヘッシュかけて、こっちと、こっちと、こっち。で、スケールがちょっと30倍にします。で、ちょうどいい感じの図面が出てきます。で、これが A3 用紙で印刷しますので、とりあえず、我々が REC、A3 用紙なんで、0,0、
420.27、そして大きさ10ミリ、中に10ミリオフセットして、これ全部 mm とちょうど真ん中に持っていくので、 Shift Right Click Meet Between Two Points、 こっちとこっちの間、そして Shift Right Click で Meet Between Two Points、 こっちとこっちの手の間でちょうど真ん中に持っていきます。で、計算をしに行くと大体こういうふうになっていくね。で、align space。で、こっちとこっちをこっちに align してみてください。エンターを押しています。で、ここに1対1の、角度が出てきて、で、とりあえず、僕がモードオフにして、で、ペーパー。あとで、ここに図面を続きますので、後ほど、続きのビデオを皆さんに、紹介いたします。以上ですけれども、何か質問があったら、WhatsApp などで聞いてみてください。以上でよろしくお願いします。また、次のビデオに寸法などについてお話しします。以上です。